ポケオの動画。BFM Traffic Updates。川越駅ホーム上のつけ麺やガンジャに提供してお送りいたします。今回は埼玉県川越駅付近にある西武新宿線と東武東上線 JR 川越線が交差する地点に来ています。西武新宿駅から続いた伏線はこの付近では単線となっています。今回はこの忙しすぎる単線と歴史的な背景について現地レポートします。1. 忙しすぎる単線。西武新宿線元川越駅付近は約900メートルにわたって単線です。今西武新宿線特急小江戸号と東武東上線が交差しました。そして今度は西武新宿線上り列車が発車します。西武新宿線と東武東上線、一体どちらが川越の主役なのでしょうか。ここに両線の運転本数を示します。東武東上線は平日276本です。対して西武新宿線は137本とおおよそ2分の1の本数でした。案外少ないですね。だから西武新宿線は単線なのでしょうか。いいえ、違います。西武新宿線は7時台に上り10本が設定されている忙しすぎる単線です。単線になっている理由は東武東上線の橋脚が支障し物理的に複線化できないためです。川越の鉄道歴史をひも解くと、最初に敷設されたのは川越鉄道です。川越鉄道は国分寺駅から本川越駅を結びました。川越鉄道は1894年に開業、つまり現在の西武新宿線が先に開業したのでした。川越鉄道は神戸鉄道の子会社でした。当時は蒸気機関車で川越と国分寺を結び、神戸鉄道現在の中央線に接続していました。川越鉄道の敷設19年後、1914年に東上鉄道が開業します。この時点で西武新宿線と東武東上線の立体交差が生まれました。当時の川越鉄道は単線非電化と、宇城鉄道は短いスパンの鉄鋼でオーバークロスしました。この時点で川越鉄道は将来の電化や複線化などを見通すことは難しかったのでしょうか。改良は難しい状況となってしまったのです。それでは次に東武東上線の橋台を見てみましょう。レンガ積みの橋台です。レンガは明治時代の主要な構造材料です。明治末期から大正時代にはコンクリートが普及、レンガ構造物は姿を消しました。この橋台は大正3年生まれなので一般的にはコンクリートで建設される時代ですが、レンガが採用されています。鉄道橋梁の高さは材料費を抑えるために最低限の空洞となるように計画しています。この橋梁も空洞はかなり低く抑えられているようです。次に線路に目を向けると標尺が検色されています。レール面やら規制値70など線路が冠水した際の運転規制を判断する標尺のように見受けられます。この付近は周囲より低くなっているようです。文献を調べましたが、この標尺の正体は分かりませんでした。また西武新宿線南大塚駅には折り返し設備があり、
本川越駅の手前で冠水が発生すると折り返し運転を行う、とありました。こちらは、2019年10月、台風19号で冠水した東武東上線の橋梁下です。東武東上線の橋梁が低いために、道路も、空洞確保のために番下げされ、くぼ地のようになっている様子ですね。写真は、しのゆう様から提供いただきました。ありがとうございました。次に、列車の動きを見てみましょう。東武東上線の橋梁下で、列車が下がる動きをするとともに、パンタグラフもかなり狭まっていることがわかります。次に西武新宿方からも列車を観察してみましょう。10パーミルの勾配表が検色されており、東武東上線の交差部に向かって下り勾配となっています。さらに JR 川越線と東武東上線では空洞に大きな差があることが分かりました。川越鉄道と東上鉄道の立体交差誕生の13年後、1927年、昭和2年に川越鉄道は電化され、高田馬場駅まで直通するようになりました。この時、東武東上線との立体交差部は架線の敷設にあたり空洞が不足することから、西武新宿線の路盤が切り取られたのではないかと考えられます。さらに13年後、1940年昭和15年に国鉄川越線も西武新宿線をまたぐこととなりました。この時、電化された西武新宿線をまたぐために所定の空洞を確保したため、東武東上線との高騰差が生じたという歴史のようです。本川越駅の手前で西武新宿線が単線に絞られていることは有名です。今回その立体交差部を詳しく観察すると、路盤を切り取り、やっと空洞を確保したような苦し紛れの電化があったこと、そして複線化は困難な状況があることを確認することができました。このチャンネルでは、鉄道施設や構造物の解説動画を中心にお送りしています。よろしければ、他の動画も再生リストよりご視聴いただければ光栄です。出前館で検索。